バイク屋の夕方でございます。今日ご来店いただいた皆様誠にありがとうございました。T シャツをね、わざわざ、購入のためにですね、足を運んでいただきました。誠にありがとうございます。はい。ね、ありがたいことなんですよ。残りもね、少なくなりました。はい。本当にありがたいことですね。最初、何枚ぐらい作りましたかね。20枚ぐらいは作る。少ない。200枚なんつってのね。10年ぐらいかかります、砂漠まで。ね、はい。で、古いタイプもちょっとね、それで、一緒にね、購入いただけたりとか。そう、古いやつはあと3枚。3枚残ってる。茶色の L と、あと白とグレーの XL サイズですかね。まあでもあれはね、も作って、あ、これやっぱりよかったなっていうね、作り、シャツとね、あれと、あとこの発色とかね。だからまああれはまた頃合いを見てね、作ろうかとは思ってます。はい。ですのでね、もし、今は興味なくてもね、半年後、1年後に、お、欲しいっていう方がいらっしゃいましたらね、はい、その時には購入いただければと思うわけでございます。はい。さあ、そんなところですね、私、今日はね、オートバイいっぱい引き取りいただけたんですよ。うん。ジョルノでしょ？あと、ターセリー S150。あと、モンスター6記憶。あれ？それぐらい？ でも3台ね、そうじゃなくなりますか。少し余裕が出ますよ。ただ1台、レーシング125FI っていうのを、ちょっと修理をね、ちょっとお預かりしました。はい。なんかね、ベルトが最初切れてたらしいんですよ。買った時にね、切れてるやつあ ったらしいんですけど、それでなんか友人の方がね、あ、やるよっつってやったらしいんですけど、交換してね。で、そしたらなんか、なんかダメだったみたいで、それでまたちょっとひどい状態になっちゃってる。なんで、直してほしいということでね、じゃ純正で良ければということで。とりあえず承りましたんでね。ただちょっと一回外して、全部ね、後ろ側も外して様子見て、それから部品発注した方がいいかなと思いますね。今発注しても結局来るの水曜日ですから、どんどん早くてもね。はい。あと、欠品部品が、ランププレートかな。ランププレートでしたかね。ちょっとあったんで、そうなるとちょっとね、困っちゃいますからね。はい、まあ、一応ね、それは。まあ、それはいいんです。ということで、一応ね、最近バイク販売してないでしょ。納車はさせていただきましたけどね。ちょっと宣伝しなきゃいけない。付き合っていただくとね、幸いです。え、何があるの？あんま変わってないんですけど。まずこれ。かっこいいっすね。矢印が。体ね。ヘッドライト。ジグソー 250SF。しかも距離ね、2000何百キロでしょ。何持ってんですか？じゃね、こうね。いい。うん。前ね、お乗りになった方が、やっぱりあんまりね、乗られてないんですけど。はい。で、マフラーにね、ちょっと傷があるんですけど、マフラーね、安い、中古で。綺麗なやつでも、3000とか4000とかで買えるんですよ。だから、うちでそれを綺麗にしてね、で、値段もちょっと高くするっていうよりは、だって、マフラー交換して綺麗になったら1万円高くしちゃう。ね、それだったら、マフラーちょっと傷あったって、1万円安い方が。設定が分かんないだろうと。元々の設定が分かんないじゃないかって言われそうですけどね。はい。で、ETC 2.0ついてます。ETC 2.0。だからこれだけで3万ぐらいの価値ありますね、今ね。うん。これ、まあ、助成金とか言ってるけど、まだ使えるのかな？あと2.0買えますからねとかね、そういう変な話になってきてるんで、すぐね、入手できないとかね。で、あと、やっぱフルカウルの車両につけようとすると、工賃1万5、6千円は、1万5千円から2万円近く請求される可能性ありますからね。助成金引いたとしてもね。そうすると、本体が2万5千円ぐらいでしょ。それプラス、セットアップ代はかかるから、やっぱり3万とかね。まあ、普通に見ていただければね。それが初めからついてるっていうのは非常にいいかと思います。はい。で、ブレーキね。やっぱりこの車両投げたりするんですけど、ちょっとパッドスプリングの、何ですかね、あれね。だから今外してあるんですけど、でも注文書はしたんですよ、パッドスプリングね。それをとりあえず組んでみて、で、まあ、納車する場合はね。で、問題がなければ、もちろんパッドスプリングは別になくていいですっていうんだったら、まあ、このままでもね、いいのかなと。でも、どちらにしても、
納車整備はやりますので、その時にキャリパーもう一回外して、グリース塗ってね、で組み付ける。あれ、これ、でも一応外した、やったのかな？あと、後ろね、後ろはやってないですからやりますし、はい、あと、一通りね、距離を走っていないと言っても、見ますんでね。はい、あと、こう、LED。LED になってますよ。はい。あと、ハザードね、これすぐハザードスイッチ。ハザードスイッチ。で、鍵屋さんのスタッフだし、あと、取説だとか、そういうのも見になります。あと、これ、カイディアでしたっけね。カイディアっていう会社の、まあ、いろんなところで売ってますけどね。このスマホホルダーね。これいいんですよ。ね。これでワンタッチなんですけど、まあ、それはいいんですが、これ、ワイヤレス充電対応してますからね。それをお客様つけてますから。で、まあ、さらに USB もついてる。で、ここにも USB あったんじゃなかったかな。切り替え式でね、これはね。はい。ワイヤレスか USB 使うかって切り替え式なんで、俺のワイヤレスに対応してないよって言っても、まあ、使えますかね。はい。なので、これはなかなか、ジクサね。で、特に後ろ前とかかっこいいですね。ちょっと鈴木らしくないな。ちょっとこれはね、やばい。見ると、やべかっけって思っちゃう。売りたいがために言ってるわけじゃないですよ、別に。私の素直な感想です。斜め後ろとかから見て、やべえ、かっけえな、これって一瞬油断しちゃいました。 え、鈴木だよね、おかしいな。これで CBR なんて入ってたらバカ売れするんじゃないですか。 ね、これがやっぱり、まあ、しょうがないですけどね。でも、かっこいい。子供の、いや、これかっこ悪いよっていう人いないんじゃないですか？よほど、ね、ちょっと、冗談じゃって、俺は褒めねえ、絶対褒めねえっていうような人ぐらいじゃないですか。これかっこいい。後ろ回りのあたりとか、本当に、あと、まあ、タンクの形状とかね。非常に、GSX250R、あれもかっこいいじゃないですか。ね、あれかっこいいですよね。それと、これなんで？なんでですかね。でも、じゃあ、いっぱい売れてるのかというと、そうでもないみたいな。これが不思議だ。GSR の時は、ええー、と思いましたけど、私。私、別に何でもあるの鈴木褒めてないですからね。いや、このデザインは。ねえ。GSX400X インパルス。東京タワー。あれもすごいね。最速なんだよ。ああ、待ってね。はい。まあ、これね。まあ、こんなのね。あります。はい。距離走ってないのにな。で、こちら、AG100。これも距離走ってない。ね。青。ヤマハって言ったらこのブルーですよね。いいですよね。はい。ちょっとこう、段ボールがちょっとこっちに 挟んじゃったね。まあ、こういうね、金属の部分とかね、気持ちね、やれ部分もあるんですけど、1253キロ。これおそらく実装じゃないですか。見た感じね。高かった。これオークションで出てたから、あ、もうこれ絶対買うぞって言って、私、押しました。負けねえ、これだけはもう絶対買うんだ、押し、ずっと押しっぱなしだったから、わかんない。忘れましたね。いいですよ。まあ、これちょっと、まあ、レストアしなきゃダメだね。少しね。そうは言ってもね。はい。そしてね、GS。なんか上にちょっとは、段ボール箱積んじゃって申し訳ないんですけど、バンディット1250。ABS。ネイキッドバージョンね。はい。でね、これね、おそらくちょっと、補修、修理品なんだ。修理車なんだ。修理車だ。だけど、特にステムのあれとか、特に問題ないんで。だから、どういうあれなんですかね。ちょっとしたあれなんでしょうね。不運な感じだったんじゃないですか。だから、シリンダーヘッドのフィンの、なんかフィンみたいなのついてるんじゃないですか。そこの部分は少し削れてます。はい。でも、それ以外は、おそらく、ラジエーターとか交換したんでしょ、新品に。で、カバーはね、うちで交換したの。カバーちょっと傷があったの。カバー交換してなかったのね。だから、うちでカバーは交換したんですよ。で、もう次からはそういうことがあっちゃいけないと思って、エンジンガードつけてます。私がつけました、エンジンガードはね。はい。で、だから、もうこれ外観綺麗ですよね。言っちゃあれですけど。そう。なかなか、距離走ってない。やっぱりこれも。6000何百キロだか。はい。で、ホイールが良くない。ホイールの塗装が良くない。剥げちゃって。これは、もしかして S 品質じゃないですよね。なので、新しいっていうか、中古で綺麗なホイールをゲットしました、この間。それに付け替えます。はい。タイヤも新しいものにして付けちゃうっていうね。だから、ちょっと高くなっちゃうけどね。はい。でもね、これもね、どんどん上が、なんかこれからどんどん上がっちゃうかもしれない。さすがに鈴木とはいえ、他のがもうべらぼうに高くなっちゃってるから、どんどん上がっちゃいますよね。まあ、そういう感じでね。うちはまだ何もやってないんで、準備段階なんでね。どんどん。そうすると、いつの間にか、あ、これぐらいの金額だなってことになっちゃうと、
許してやってください。まあね、はい、さあ、そしてですね、これね、SRX。SRX の400。4型。綺麗。距離も1万円、1万キロちょっと。綺麗。うん。やばい、やばい。うん、これぐらい綺麗だといい。うん。だけど、値段はそれなり。やっぱりね。うん。まあ、それはしょうがないと思いますけど。ただ、これも値段上がるだけでしょ。もう下がらない。うん。置いといてもね。だから、まあ、欲しいという方はね、今買っていただくといいのかなと思ったりしますが、もちろんね、購入いただけないだと、どん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 上がっていっちゃうっていうね、そういうことがあるかもしれないと。下げてんな。そして、CB125R JC91 型、現行モデルですね、こちらございます。こちらも綺麗ですね。距離2000キロちょっとしか走ってないですね。2000何キロ、これは書いてるでしょ。2078キロだね、これね、はい、こんなのもあります。フルノーマルですね、こちらはね、はい。そして、これ新車 AG125 でございます、はい、オーストラリア仕様ね、 AG125 の新車もございます、はい、これももうどんどん円安進んでるんで、次入れるとしたらもっと上がっちゃうから、やっぱり、うん、3年ぐらい前からどんどん上がってますけど、さらに次、もし次入れるってなると上がっちゃうと思うんで、多分入れないと思うんですよ。そうそうね、輸入業者の方もね、うん、なんで今ね、これ現行車ありますんでね、はい、現車ありますから、まあ買い時とは言わないけど、これから1年後2年後に買おうとするともっとっていうことになるとかもしれないですね。残念ですけど、ね、そしてね、ワイラー鈴木のフラッグシップと言ってもいいんじゃないですか。デュアルパーパス系のフラッグシップ、V ストローム 1050XT 未使用車、まだ登録してません。関係です。だからどうですか、いいでしょ。でこれね、後ろにオプションの鈴木純正のベース、 SW モテック用のね、鈴木の純正に SW モテック純正のケース、 SW モテック、鈴木って入ってないんですけどね、 SW モテック純正のケースをアルミの四角いやつね、それを取り付けるセットです。それもつけて販売ですね。もし売れなければ私が最終的に乗るということでよろしいですか。ね、わかんないですけどね。はい、それはわかんないです。そして、CRF150L、グレーですね。在庫ございます。で、マフラーちょっと車外が入っちゃってますね。入れちゃいました。はい、車外マフラー付きで、販売をさせていただいて、ございます。これも、まあ、従来の値段です。だから前の価格でね、はい、次入れる、次のあれを、例えば沖山さんとかで、っていうと、もう4、5万は高くなっちゃいますから、ご了承くださいとも言われてたんで、高くなっちゃうと思います。残念だけどね。はい、そして同じように KLX150L、川崎のね、こちらもございます。はい、これも新車ですね。はい、まあ、そうですね。これキャブ車なんですけど、まあ、これも車外マフラー。はい、なんで車外マフラー買ってんだって。なんかつけたらいいかなと思って、車外マフラーを用意してあります。これはまだ、マフラーはつけてないですけどね。はい、っていうかね、純正にね、純正にサビ、ちょっと、プロテクターがサビ、少しサビがもう浮いてきたり、あと傷がちょっと入っちゃったりとかね、そういうのがあるんで、ね、じゃあもう車外マフラーつけちゃえ、つって。純正のプロテクターに交換せる、ね、ちゅうましてね。はい、まあ、そういうのが在庫がございます。はい。あと、これね、KRV のブラック新車、はい、ございます。こちら、メーカーにも在庫ないんで、次8月入荷になってますから、黒をね、お探しの方、よろしければ、うちでご購入いただければ幸いでございます。そして、ホンダのスープラ。ね、ホンダのスープラ X っていうね、125cc、スーパーカブ最強の 10.4 馬力のエンジンを積んでる。前後ディスクブレーキ、キャストホイール。ね、あります。はい。どうすか。ね、はい。まあ、そんな感じでね、あとあるのは、ここに今紹介した中にはないものとしては、K1200RS、チェッカー、イエローチェッカーですね。が1台ございます。2回販売して戻ってきてるやつね、はい、あとですね、バンディット 1250F 5万キロぐらい走ってますけど、はい、でも外観綺麗なんですよね。グレーだったかな、グレー、うん、綺麗な車両ですね。まあ、そのうちちょっと時間がある時に、ちょっとまた動画ね撮らせていただきたいと思いますけどね、はい、安くして売りたいから部品外しますかね。ちょっといろんなものついてるんですけど、それを外してね、それでその分、安くして売った方がいいのかなとかね、そんなこと思ったりしますけど、はい。まあ、そんな感じですかね。一応あるものとしては。はい。ですので、よろしければね、お声掛けいただけると幸いです。で、今、紹介した途中に映ってて、もう何も言ってないのは、販売車両じゃないということです。はい。それはご了承いただければと思います。
はい、あとあるものとしてはですね、GP125 の距離まだあんま走ってないんですけど、うちで最初の方で買ってそのまま、はい、武蔵エディションにしてあります。店長武蔵エディションバージョン3相当になっております。でお渡しということになります。そちらよろしければね、 GP125 今メーカーに在庫ないので、電動ブレーキタバージョンもね、なの で次回入荷分は完売で、さらに次回入荷分も完売になってます。東京は黒の方はね、だから相当手に入らないですね。でうちにあるの真っ白ですから、まあ、白は次回入荷分はないけどその次の入荷分はあるみたい、注文できるみたいですけど、でもいつになるかわからないですね。9月10月になっちゃうみたいなね、ということなので、まあ電動ブレーキじゃなくても、まあ、中古でもっていうことであればね、まあ、武蔵エディションにもなってますし、いいのかなと思いますけどね。はい、あ、武蔵エディションって何かっていうと、ヘッドライトは LED、 ポジションも LED、ね、でグリップヒーター、そしてナックルバイザーがついてるという仕様でございます。どっか の、 リミテッドエディションみたいな感じですね、はい、リミテッドか、ね、なんとか125リミテッド相当に近い感じで作らせていただいております。シードヒーターないんですけどね、シードヒーターはまあ別に入れればいいだけのことなんだけど、そこまでやっちゃうとねあんまり安くはできなくなっちゃうんで、はい、まあ、一応そんな感じで、中古車新車もご用意させていただいております。まあ、その他のお取り寄せとかね、できる車両もいっぱいありますんで、お声掛けいただけると幸いでございます。まあ、トロちゃんの新車とか、あと CB190X とか CB190SS とかそういった車両は普通にあるみたいですから、お取り寄せ可能でございます。トロちゃんは最終もう買わないみたいなこと書いてありますから、もしねお探しの方はお声掛けいただけると幸いです。まあ、他のそう昔からね同じようにやってるお店、今のあるみたいですけど、うん、まあお好みでねお近くでそっちがいいと思えばそっちでご購入いただければいいですし、うちでよければうちで買う、まあ、うちでご購入いただいた場合はそういう普段やってる納車整備してからお渡しするということでございます。はい、ということですね、はい、この中で何が一番いいですかね。まあ、V ストローの 1050XT は私は好きだけどたまんないですけどね。ただあんま大きいし高いしね、それ考えるとやっぱりジクサーかな、かっこいいよね。なんでこのデザインできたんですかね、これかっこいいよね。スクリーンがやっぱりレプリカ系なんでね、ちっちゃいんだよ。これがいまいちねちょっとあれなんですけど、これやってくれたよね。まあ、シルバーもいいですよね、マットのね。うん、もちろん青いやつとか、スズキなんてバカでかく入ってるね。収まりきらないぐらい大きく入ってるやつも、まあ、スズキ感染者にはたまんないと思いますけどね。はい。まあ、これぐらいの方がちょっとおとなしめでいいかなって感じもしないでも。ということで、はい。うん、こんな感じで、今回は宣伝でございました。ぜひ、ご検討いただけると幸いでございます。ありがとうございました。